日,は日本の政治家、弁護士。日本共産党所属の元参議院議員。自由放送団所属。大阪府出身。旧制な庭高等学校を経て、1951年、京都大学法学部を卒業。1957年、弁護士を開業。1971年12月の大阪市長選挙に、 日本共産党推薦で立候補するも、現職の大島康氏に敗れ落選。1974年の第10回参議院議員通常選挙に大阪府選挙区から立候補し初当選した。ロッキード事件の調査のために訪米し、共産党国会議員団の代表として、疑国事件追及に関わる。1980年の参院選は、時点で落選。 1983年の参院選は比例区で立候補し2期目の当選を果たした。1987年大韓航空機爆破事件を受けて北朝鮮の拉致に疑惑を感じ調査を始める。1988年3月26日参議院予算委員会において日本人拉致問題に関する質問をして国家公安委員会委員長 カジヤマ・政六から北朝鮮による関与が濃厚とする政府答弁を初めて引き出す。1997年、再び拉致問題を参議院法務委員会で質問する。1988年3月、清水市立第二中学校は高速に合わない髪型をした男女4名の生徒の写真を卒業アルバムから外し、花壇の花の写真に差し替えた。 卒業アルバム事件は新聞各紙で報じられ、同年3月31日、参議院法務委員会で、橋本は、同行の措置は、人格権の侵害であり、児童検証違反であるとして、当局を追及した。これを契機に、文部省は4月25日、都道府県教育委員会に対し、拘束の見直しを指示。管理教育の行きどけが始まった。 2001年の参院選には立候補せず4期で議員生活を終えた。引退直後に参議院から永年在職表彰を受けた。大阪府在住で北大阪総合法律事務所で弁護士活動をしていた。2021年8月29日、老衰のため大阪府水田市内で死去。93歳遺没。2002年、かつての秘書。 兵本達吉が橋本を拉致事件の解明を妨害してきた長本人だとして非難。橋本はこれに大使以下の反論をした。ありがとうございます。